こんばんは。今日はこちらの食材を使った親子丼に挑戦していきます、はい、ではまず玉ねぎを切っていきます。次に貝割れをちょっと切っていきます。卵を溶きます。ではフライパンを熱したらまず油を敷きます。では続いて鶏もも肉入れます。玉ねぎを入れます。ではそこにお酒を少し入れます。みりんを入れます。さらに和風だしの素をちょっと入れます。お砂糖を入れます。お醤油をちょっと入れます。北川博之特製親子丼の完成です。美味しそう、親子丼完成しました。美味しそう。いただきます。美味しい。うん、幸せ。